乃木坂46の梅澤美波、遠藤さくら、金川さや、筒井あやめ、山下美月、与田祐希が、3月4日に東京、国立代々木競技場第一体育館にて開催される、第36回マイナビ東京ガールズコレクション2023スプリングサマー、以下、マイナビ TGC2023SS に出演することが発表された。梅澤美波、山下美月ら、TGC2023SS。出演決定乃木坂46の副キャプテン、梅澤はファッション誌、ウィズの専属モデルで身長170センチメートルという抜群のスタイルの持ち主。遠藤はファッション誌、ノンの専属モデルで、夜明けまで強がらなくてもいい、ごめんねフィンガーズクロスイド、など乃木坂46の表題曲でセンターも務めるグループのエースだ。金川はファッション誌、レイ、専属モデルで2022年、流行語大賞トップ10にもランクインの、キツネダンス、をきっかけにブレイクしたメンバー。筒井は2022年にファッション誌、ウィス、のレギュラーモデルに就任。TGC では、TGC2022SS 以来2度目のランウェイとなる。グループの人気を牽引する山下はファッション誌、キャンキャンの専属モデルを務め、これまでも数々のランウェイを経験している。NHK 連続テレビ小説、舞い上がれ、毎週月曜から金曜朝8時での公演を筆頭に女優としても注目を浴び、さらなるブレイクを予感させるメンバーの一人。そして美容師、マキア、ファッション誌、ビスのレギュラーモデルと多ジャンルで活躍するよだ。表情で見せるランウェイや幅広いスタイルの着こなしで視線を集めるファションショーの常連メンバーだ。TGC2023SS テーマはニューエポック。2022年9月の開催時には、総体感人数800万人を突破した東京ガールズコレクション。リアルイベントとしての TGC はもちろん、様々なプラットフォームでの配信や SNS、メタバースのバーチャル TGC 等、時代とともに、誰もが好きな場所で、好きな時間に様々に楽しめる TGC に変化してきた。マイナビ TGC2023SS のテーマは、ニューエポック。変化を続けながら時代とともに進化を目指す TGC は、どこにもない唯一無二の TGC を創造していきたい、そんな思いが込められた。新時代を意味するニューエポックを象徴するビジュアルは、まだ見ぬ未来を光で、そしてカラフルな東京ガールズコレクション、ドグラフィティは多様性を表現している。